最近いろんな中学生に愛先輩愛先輩って呼ばれることが多くなったんですよ。まあそれはそれでめちゃくちゃ嬉しいんですけど、学校の先輩とか、この前なんか講師の先生にまで愛先輩って呼ばれるようになって、ちょっとそれはさすがに気まずいです。それでは聞いてください、赤とんぼ。